各州市は、中華人民共和国産青少林分市に位置する、研究市。州所、武王により各国が設置される。全661年、進むにより、核が滅ぼされると、核有と称されるようになった。全453年、進むが、藩、蝶、義に分裂すると、核有は当初は藩、その後蝶を経て、再び藩の藩ととされた。 百221年、新朝による中国統一が達成されると全国に36軍が設置され、閣友は加藤軍の管轄とされた。前206年、官庁は閣友に県を設置、新外には非常県と五官が成立すると134年に永安県と解消されている。598年、隋朝は閣友県と解消。 宋代まで添い重ねされている。金朝がこの地を支配下に置くと、1215年に、平洋府の下に各州を設置し、三県の各有県、頂上県、川西県、霊石県を管轄した。現代になると、平洋府た、平洋路と改められ、各州も、その管轄となり、各有、頂上、霊石の三県を管轄した。明朝が成立すると、 後部初年に各有権は廃止となり、管轄区域は各州の直轄とされ、新大になると1772年に各州は直霊州に昇格、頂上及び霊石の2県を管轄、1906年には川西県が新設されている。1912年修正廃止に伴い各県と改勝、1958年には川西県と合併し、 各川県とされたが、1961年に再分割され、各県とされた。1990年に研究史に改編される際に、各州史と解消され現在に至る。ありがとうございます。